モデルプレスイコール2024年6月8日、三宅県が7日放送の日本テレビ系バズリズム02、毎週金曜日深夜0時59分、この日は25時14分に出演。ソロ活動について語った。写真、三宅県の美肌輝くあざといショット、三宅県 V6 時代とソロ活動の違いは、2021年に V6 が解散した後、 2023年にジャニーズ事務所を退所し現在は東部の一員として活躍する三宅。今月5日には移籍後初のソロアルバム、ザ・アイドルを発表した。三宅は MC のバカリズムから全然違いますか。グループとと尋ねられると、グループじゃないんで休めないな、と意味深な返答。しかし実は休めないのは歌唱中に。 と、グループでのパフォーマンスなどはそれぞれのメンバーの担当部分があるものの、何か振り付けを間違えたとか、歌詞を間違えたとかあった場合、6人いると、グループだと分散されるじゃないですか。と説明した。今回出すアルバムもですけど、今一人でやってるので、どういうアーティストにオファーするのかとか、どんなコンセプトにするのかとセルフプロデュースには力を注いでいると口に。やらなければいけないことが 動的に増えましたよねとバズリズムから語りかけられるとそうですねと大きくうなずいたクールハードな新曲『ホーンテッド』の撮影秘話堂アルバムのリード曲『ホーンテッド』の楽曲提供及び『メガボルト』の監督を手掛けたアーティストのワート S が VTR も登場メガボルトの撮影では 撮影時間が朝の3時4時とかになったんですけど、その時までいろんな人と喋っていてすごい体力だなと驚きましたと三宅の精力的な活動ぶりを明かした。この日はスペシャルライブとして、ホーンテッドを歌唱した三宅。ハードかつクールなロックの楽曲を情熱的に歌い上げていた。モデルプレス編集部。